岩手ワンコ広報室。今週のテーマは ILC をもっと知ろう、 ILC 国際リニアコライダー出前授業。 ILC 国際リニアコライダーはどのようにして宇宙や物質が生まれたのかを解き明かす次世代の直線型加速器で、世界の研究者が北上山地を建設候補地として実現を目指しています。県は ILC をきっかけに小中学生に科学や地域の国際化へ関心を持ってもらうため、県内各地の学校を訪問して ILC 出前授業を行っています。1月は一戸中学校で授業が行われ、クイズや実験などを交えて ILC について楽しく学びました。宇宙の謎に挑むっていうのが、この国際リニアコライダー ILC プロジェクトの意義というところになります。今回の出前授業は ILC でわかること、 ILC の実験などをテーマに行いました。 ILC の建設候補に東北、岩手県がふさわしい理由を考えたり、 ILC の実現によって県内にも多くの外国人が暮らすようになることなどが説明されました。今日はずっと物理の話とかね、実験の話、技術の話みたいな感じになったので、そういう評価だけが関連してくるのかと思ったかもしれませんが、実はどの教科も、まあ、皆さんが勉強しているものは ILC に直接関係してくるものなので、 ILC はそういう技術者とか、ね、研究者とかだけではなく、皆さんが皆さんの、得意なことで活躍できる場所になっています。皆さんも ILC と宇宙や科学を一緒に学んでみませんか。村上弘明です。来週もぜひご覧ください。